続いてポンドについて解説を進めていきます動画の前半部分はクロス円のポンド円後半部分はドルストレートのポンドドルについて解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴くださいそれではまず前半部分のクロス円のポンド円こちらの解説から始めていきましょう今週1週間のポンド円に関しましては 一旦 CPI の結果を受けまして、167円を上髭ベースではございますが、超える場面があったものの、その後は下落。移動平均線の下側に入り込みますと、移動平均線の下側での陽線陰線。陽線陰線。陽線陰線。そして一旦超える場面もありましたが、再度下回ってしまいますと、陽線陰線。金曜日はね、比較的大きめの下落があるというところでございますが、これはイギリスの小売り売上高。 これが非常に悪いということで、ユーロ圏以上にですね、このイギリスの経済が悪いというところを受けまして、ポンドの方はユーロ以上の下落ですね。なんとか163円でとどまったものの、こちらの方は162円という直近のレンジ相場の上限ぐらいですね。このあたりまでは落ちることを想定しておいた方が良さそうな値動きでございます。 ということでね、この下落トレンドの中であれば、やはり移動平均線24、ここのところを、ね、意識しながら、この移動平均線24、右下下がりで今後も落ちてくるという形でございますので、この移動平均線を超えるまではですね、こちらはやはりショート狙いで攻めていただければと考えております。この移動平均線24の下側、まあ、過去も、ね、ありましたが、移動平均線の下側での要線因線ですね。このようなところからいきますと、 要線から陰線に切り替わるところではしっかりショートを取りつつ、162円を達成するまでは、引き続きね、ここの移動平均線の下側での要線陰線でショートを狙っていく。まずはね、これをメイン路線にしていただけばと考えております。ただ、これはポンドはやっぱりね、弱い状況でございまして、例えばこの移動平均線を上回ったとしましても、164円。これは金曜日で一回サポートが入っているんですが、崩れてしまった。 過去もね、サポートライン入っておりますので、164円のところでも一旦ね、ここはレジスタンスを食らいやすい。そして165円のところもですね、過去にサポートライン、ここ結構ガチガチにね、入ってたところでございますので、ここの部分もやはりレジスタンスを食らいやすい。166円のところも、過去のね、これはレジスタンスライン、ダブルトップ気味にね、入っておりましたが、こういったところですね、 はい、えー。あとはね、過去のサポートラインもありますので、166円でもレジ,レジスタンスが受けやすい。この100ピプスごとにレジスタンスラインはありますので、まあどうしてもね、上値が重くなる。まあ今のトレンドで行きますと、移動平均線の下側での要線陰線でショートでございますが、 それを超えたとしましても、この切り板ですね。164,165,166。16 16まあ、こういったところでは、1回はレジスタンスを受けやすいというところでございますので、まあ、こういったところでね、まあ、そんなに大きなピプスを取る必要はございませんが、えー、ショートを狙っていけるかなと考えております。えー、ロングに関しましては、ちょっとね、これは厳しい状況でございます。えー、例えばね、えー、ロングを取れるような水準ですと、えー、まず164円ですね。先ほどレジスタンスを食らいやすいというお話し,しましたが、えー、仮にこれを上抜けて、 これ上側でで線要線が出た場合ですね、まあ、こういったところではしっかりとロングを取れるかもしれませんが、165円にはまたレジスタンスラインがあるというところと、あと、ね、FOMC まではそこまで、ね、ポンドの方が動かす材料がないというところでございますので、まあ、ここの部分はです、ね、そこまでロングは考えずに、まずは移動平均線の下側での要線、陰線。 そして、事、え、あ、ー、るところのレジスタンスラインで、えー、ショートを取っていく。まあ、こういったところを、えー、まずね、水曜日までの戦略として考えていただけば。あと、162円を達成した場合は、一旦はね、えー、ここで、えー、このエリアですね、161から162、過去の、えー、レンジ相場でございますが、まあ、こういったところで、ね、下げ止まる可能性はもちろんございますので、まあ、そういったところではですね、えー、一旦はショートポジションは閉じていただくというところがよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とと,ともに参考にしてください。 以上で、ポンドのえ、ポンド円の解説を終わりまして、続きまして、後半部分のポンドドル、こちらの解説に入っていきましょう。はいえー、まずね、冒頭に申し上げておきたいところが、この1.1450ですね。今まで、なんとかサポートが入っていた。ここを割り込んで終わってしまいましたので、割ってはいけないポンドドルはエリアを割り込んでしまったというところね、申し上げておきます。少し時間軸を伸ばして、 見ましても、この1.1450、直近の安値ですね。ここを割り込んでしまった。これ1時間足でございますが、4時間足に切り替えても直近の安値、ね。そして、この冷やしチャートをご覧いただきましても、これもね、コロナウイルス感染拡大のところですね。こういったところの水準まで下がってしまって、ほぼほぼサポートがないエリア。 ちょっとね、これマス目が非常に細かくなってしまって申し訳ないところでございますが、もうこれはね、えー、どこまで落ちるかわからないというね、えー、ところになってきてしまいましたので、ここの部分は非常に気をつけないといけない。ロングをする場合には、これはね、ストップロスは必須という状況でございますね。まあ、そんな中でですね、この CPI を機に大きく下げたところでございますが、まあ、アメリカの景気が、まあ、景気といいますか、物価上昇が止まらないというところと、 イギリスの方は経済状況が悪い。まあこういったところでね、少し前半部分 CPI 前はですね、階段を上るような上昇だったんですが、CPI でスコンと落ちてしまいましたね。その後、リバウンドはあったものの移動平均線を割り込んでしまいますと、また要線陰線ですね。これはポンド円とクロス円と同じような形でございます。そして、小売り、売上高金曜日受けまして一気に下落。まあ最悪ね、1.14を割り込んだところからは回復したものの、 まだ移動平均線を超えることができないというところでございますので、ここは1.1450。ちょっとね、ラインが引けませんでした。1.1450。そして、この移動平均線24。ここのレジスタンスラインを、まずはメッドにショートを狙っていただく。これを考えていただければと思います。こちらのところね、ちょっと拡大しましょうか。見づらいですね。移動平均線24。まだ上回っておりませんので、このあたりでですね、陽線、陰線を食らう場合。 それと同時に、えー、今まで割ってはいけないと、えー、これね、サポートが入っておりました1.1450ですね。ここの部分でもレジスタンスを食らいやすいというところなので、まずはショート狙い。移動平均線24付近や1.1450。こういったところでの要線、因線が出た場合はショートを狙っていく。そして、えー、このね、直近の安値を割り込んだ時には大きく下方向に走りますので、大きくね、ドカッと落ちたところで、えー、利学を狙っていく。 このようにね、まずはショート狙いをしていただければと思います。安い水準だからといって、ロングを取る場合は、まあ、否定はしませんが、ただね、ストップロスをかけないと、一気にね、ドカッと落ちてもおかしくないエリアでございますので、ロングの場合は注意をしてください。そして、ロングを取る場合ね、どちらかといえば、下値付近ではなくて、1.1450。これを勢いよく超えるところがありまして、まあ、超えた瞬間で入ってしまいますと、上ヒゲで刈られてしまうというところがありますので、 1.1450。1> 1. これを一旦超えたところは様子見をしつつ、この上側での陰線要線ですね。これが起きたところでは、ロングを取ってもよろしいかなと考えておりますので、その場合に関しましては、移動平均線もよく見てください。 横ばいから右肩上がりに上がって、まあ、この移動平均線の上側という条件、そして1.1450、この上側というところが重なったところでね、しっかりとサポートを受けることがあれば、ロングを取ってもよろしいかなと思いますので、基本的にはショート目線。ただ、1.1450を上回ってからのサポートを受けたらロングでもいいですよ。まあ、しかしながらね、その可能性というのは FOMC5 になってくるのかなと考えておりますので、 まあこれもね、えー、皆さんの考え方もあろうかと思いますが、一つの意見として参考にしてください。はい、以上でポンドの解説を終わりまして、最後となりますが、5ドルの解説で締めていきましょう。